私の名前は水木。医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋、そして保護猫カフェからやってきた猫のニニャマルと暮らしている第二子妊娠中の平凡な兼業主婦だよ。最近私は頭を悩まされていることがあるんだ。というのも、家の周りに犬の糞が置き去りにされていることが多くてね。一応監視カメラはあるんだけど、映らない位置だったりするし、でもご近所さんが犯人を見たって言うんだよ。その犯人がなんと近所に住むママさんの一人だったんだ。メイコさん、今ちょっといい？少し時間あるかな？ああ、ムカつく。なんでこんな時間に連絡してくるの？ほら、21時くらいに寝ないと美容に悪いって言うでしょ？こんな時間に連絡してくるってわざとなの？私の肌をダメにさせたいの？ありえないんだけど。え、メイコさん、なんでそんなにイライラしてるの？イライラするに決まってるじゃん。水木さんのところはいいよね。ああ、羨ましい。何が？旦那さん、外で働いてるんだからいいじゃないの。うちのなんか家で働いてるんだから。メイコさんの旦那さん、在宅勤務になったの？そう、そうなの。私のハッピー専業主婦ライフが最悪。毎日夫が家の中にいるなんて耐えられない。しかもあいつね、昼ご飯を要求してくるのよ。はあ、昼ご飯。私はね、今まで昼の時間には昼寝をするって決めてたの。なのに、昼飯何かないか？だって、ありえないでしょ？なもん自分で作れって話じゃん。ああ、もうイライラする。最低最悪。イライラするのは分かったんだけどさ。あのさ、最近家の周りに犬の糞を置き去りにする人がいるの。そうやって私だって疑ってるんだね。ああ、マジでムカつく。私が直接見たわけじゃないんだ。ただご近所さんが数名、メイコさんが犬の糞を片付けていなかった、そう教えてくれたんだよ。うちの前でもさせてたけど片付けなかったって。これって本当なの？知らない。てか犬の糞くらい自分で片付ければいいでしょ。何？私に水木さんの家の周りを掃除しろとかそういうこと言ってんの？誰もそこまで言ってないでしょ。もし犬の糞を置き去りにしてるならちゃんと片付けてほしいってだけの話なんだけど。私に言わないでよ。旦那が悪いんだから。ああ、ムカつく。在宅勤務ってみんなニートみたいなもんでしょ。旦那がニートなんて恥ずかしすぎる。あのね、その後も何度か話したんだけど全然ダメ。メイコさんは専業主婦万歳って感じの人だったんだけど、最近旦那さんが在宅勤務になったらしいんだ。今までみたいに好きに昼寝したりできなくなったらしく、相当イライラしているみたい。もともとヒステリックでトラブルの多い人だったんだけど、最近は本当にひどいね。日中家の中に人がいるってだけでイライラするんだってさ。あとはメイコさんは在宅勤務のことがよくわかっていないんだよ。家で働くってニートってことでしょ？そんなのみっともないと勘違いしてさらにイライラ。犬の糞も相変わらずで、今度は夜にやられるようになり、ますます録画できず、こっちもイライラしていたんだけどさ、ご近所さんたちが助けてくれたんだ。一週間後、メイコと夫ヒロとのLINE。メイコ、どこ行ったんだ？はぁ？何？専業主婦は出かけちゃいけないってこと？ありえないんですけど。誰もそんなこと言ってないだろう。てかさ、ヒロとあんた毎日カフェに出勤しなさいよ。そうすればニートだって勘違いされたりしないから。家に体のでかいのがいると邪魔なんだってば。そんな勘違いをしてる人いないから。メイコが勝手にそう思い込んでるだけだから。何よ、専業主婦だからって私のこと下に見てるんでしょ。あのな、俺の在宅勤務でメイコがここまでストレス感じるなんて全然思ってなかったんだよ。別に昼飯くらい自分で作れるし、メイコは昼寝だってしていいんだから。だから人に迷惑かけるのはやめろよ。何？私誰にも迷惑かけてないんだけど。迷惑なのはあんた。夫が在宅勤務なんてニートだってみんなに笑われるじゃないの。この役立たず、家から出て行きなさいよ。じゃあ離婚で。え？え？じゃないよ、離婚したいのはこっちの方だ。俺も我慢してたけど、メイコが離婚したいって言うならちょうどいいね。俺も子供たちもポチも巻き込まれたくないし。巻き込まれる？あのさ、最近ポチの散歩に行くようになっただろ。
今までは全部俺にやらせてたのに。何よ、やってあげてるのに何が不満なわけ。メイコ、ママ友さんの家の前にポチの糞置いてきてるだろ。はあ、私そんなこと知らないし、やってない。ポチが勝手にしたんじゃないの。夜だし暗かったから見えなかっただけでしょ。そんなことで私を責めるの。ああ、イライラする。いや、袋からポチの糞を出してるところ録画されてるから。毎日のように嫌がらせして、お前何がしたいんだよ。はあ、夜なんだし録画されてるわけないでしょ。監視カメラのある正面は避けてるし、絶対にバレてない。やっぱりお前が犯人じゃないか。は、いやだから違うってば。そのご近所さんがそのママさんをかなり心配したみたいだよ。自分の家に設置している監視カメラの位置を変えたりして、全方向どこかの家が録画してる状態になってたんだよ。赤外線のやつだから夜でもバッチリ録画できてる。嘘でしょ。塀の下の方に糞をすりつけたりしてただろう。これ訴えられたりしたらやばいんじゃないのか。違う、私は悪くないの。いや、どう考えても悪いだろう。だって私は今までお気楽な専業主婦だったのに、急にあんたが在宅勤務になっちゃってさ、息が詰まってたの。夫が定年した後に奥さんが気まずくなって不仲になる夫婦とかもいるだろう。だから理解できないわけではないんだ。でもさ、イライラして家事も料理も何もせず、あれもこれもできないって大騒ぎして、ママ友にまで当たるってどういうことなんだ。だってあの人も在宅勤務なんだってずるいじゃん。涼しい部屋でのんびり仕事しちゃってさ、楽して金稼ぐなんてずるい。あんたも楽してるんでしょ。あのな、在宅勤務だからといって仕事は仕事なんだよ。むしろ在宅勤務だからこそ仕事量が増えている人もいるし、この辺りは仕事ができるようなカフェとかワーキングスペースとかもないからな。だからうまくやっていくしかないんだよ。俺も基本的に書斎に閉じこもって仕事をするから、メイコも好きにやっていい。でも家で仕事をすることに関してはなんとか受け入れてほしいんだよ。それでもダメなら離婚しかない。うるさい、もうその家には帰らないから。いや、本当に助かったよ。さすがに塀の周りにぐるりと監視カメラを設置することはできないし、どうしようかと悩んでいたんだけど、ご近所さんたちが協力してくれたんだ。本当にありがたいね。いつもだったらふざけんなと言いたいところなんだけど、今は妊娠中、なかなか身動きも取れないところで困っていたから、ご近所さんたちにはとても感謝しているよ。さて、メイコさんはというと、イライラしながら車に乗って実家に戻ろうとしたらしく、なんと途中で事故ってしまったんだ。運転中のメイコさんを見た人がいたんだけど、相当荒い運転をしていたみたい。まさに自業自得だよ。巻き込まれた人がいなくて本当によかったね。水木とメイコの夫ヒロトのLINE。メイコさん大丈夫ですか。本当にご迷惑をおかけしまして、妻は入院しています。ただ義母が言うにはピンピンしているらしいですね。あの、義両親が水木さんに謝罪に伺いたいと言っているのですが。いえ、結構です。メイコさんはもう大人ですし、ご両親に謝罪していただく必要はありません。それにいくらいい人だったとしても、メイコさんのご両親に会うのは不安ですし。あ、確かにそうですよね。本当に申し訳ないです。いえ、ご主人が悪いわけではないので。実は以前から離婚を考えていたんです。メイコのトラブルは今回だけではありません。ママ友さんとトラブルを起こすこともしょっちゅうでしたし、家事も料理も仕事もしない、そんなメイコでも母親だからと我慢していたのですが、子供たちも大きくなり母親を嫌がるようになりまして。そうだったんですね。母親が交通事故を起こしたことを知った子供たちは、よその人に迷惑かけてないの、それは大丈夫なのと言ってました。あらら。とにかく今回のことで離婚を決めたのですが、まだ妻ではあります。自分の妻がご迷惑をおかけしてしまったわけなので、金銭的なことや警察関係のことなど何でも言ってください。一応知人の弁護士に相談していますので、また改めてお話しさせていただくことはあると思います。わかりました、引き続きよろしくお願いいたします。あの後、メイコさんの旦那さんからいろいろ話を聞いたんだけど、メイコさん家でもイライラしては物を投げたりしていたみたい。
旦那さんとお子さんは実家に引っ越していったんだけど、お子さんはママがいないと平和だねって言ってたらしいよ。お子さんも大変だったね。私は弁護士を通じてメイコさんと話し合いをして、一応慰謝料と迷惑料みたいなお金をもらったよ。まあメイコさんは相当イライラしていたけど、私のことはもう眼中にないみたい。というのも離婚してからの生活が本当に悲惨なんだよ。1ヶ月後、あのヒロト、ねえ、子供たち私に会いたがってるよね。来月じゃなくて明日あたり面会できない？養育費を払わないと面会できないって決まりだよな。それと子供が拒否している時も会えない。どっちも該当してるんだけど。だって離婚した時に養育費払ったでしょ。その分引いて財産分与したじゃん。私ちょっとしかお金もらってない。それでも養育費は足りないから、残りは毎月分割で、そういう約束で自分でもいいって言っただろ。あの時はイライラしててよくわからなかったの。だからノーカンでしょ。もうイライラする。とにかく面会はできない。じゃあ子供たちには会わなくていいから、ヒロとデートしようよ。何言ってるんだ。私パート始めたんだけど生活費が足りないの。美味しいご飯なんて全然食べられないし、昼寝もできない。もうイライラしちゃって。メイコは昔からそうだったよな。え？常にイライラしてて、人に当たることが多くて、もちろん一緒にいて楽しいことがたくさんあったから、だから結婚したんだけど。でもさ、みんなイライラするのは同じなんだよ。俺だっていきなり在宅勤務になってうまくいかなくてめちゃめちゃイライラしてたけどさ、子供たちと遊んだり無心で洗い物とかしたりして発散させてたんだ。ああ、もうイライラする。そんなイライラしてる人間、子供たちも会いたくないってさ。待ってよ、私が悪かった、認めるからね。なんとかしてよ。その後離婚してイライラから解放されたと思いきや、余計にストレスのたまる生活になってしまったメイコさん。今度は暴飲暴食をして体調を崩したり、パート先の者に当たってクビになったりしているらしいよ。いや悲惨だね。私は更年期とかカルシウムでも不足してるのかとか思っていたんだけど、メイコさんのご両親曰く、子供の頃から自分の思い通りにならないと許せない人だったんだってさ。何でもかんでもうまくいくわけないのにね。私はご近所さんたちのおかげで悩みから解放されてすっきり。そしてメイコさんの元旦那さんと仕事の付き合いができたんだけど、かなり優秀な人でね、すごく助かってるんだ。ここ最近忙しくて、在宅勤務とはいえ残業も多かったから仕事が減ってすっきり。今日はニャニャ丸の肉球でも見ながら昼寝しちゃおうっと。私の名前は水木。医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋、そして保護猫カフェからやってきた猫のニャニャ丸と暮らしている第2子妊娠中の平凡な兼業主婦だよ。私には仲のいいママ友の七瀬さんという人がいるんだ。小柄でほんわかした人で一緒にいて楽しいんだよね。でもそんな七瀬さんが最近悩んでいるって言うんだわ。内容も結構深刻でね。え？七瀬さんが経営しているお店にクレーム？そうなの。ホームページに毎日クレームが来るの。店長が最悪、店長の顔が不細工、店が臭いとか。何それ、ただのクレーマーじゃん。毎日同じ人からクレームが来るの？違う名前だけど同じ人だろうね。せっかく夢だった雑貨屋を開くことができたのにこんなことになるなんて。私お客様に何かしてしまったのかな。でもどう考えてもクレームの内容が意味不明じゃない？何か不愉快な思いをした人がいたかもしれないけど、これじゃただの嫌がらせだよね。七瀬さん、最近誰かとトラブルになったりしてない？七瀬さんがいい人っていうのは当然わかってるんだけどさ、ほらこの辺りはちょっと変わった人も多いから。トラブル？あ、そういえばとあるママさんとちょっと喧嘩というか、トラブルになったんだよね。1ヶ月くらい前に揉めて、それからクレームが来るようになったんだ。そのママさんってまさかだけど、幸子さん？1ヶ月前、七瀬と幸子の LINE。 ねえ七瀬さん、私今日見ちゃったんだけど。幸子さんこんにちは。何を見たの？他のママさんたちにさ、マグカップあげてたよね。あの紙袋、
七瀬さんの店のやつでしょ。そういうことしていいの？え、うん、マグカップを渡したけど。していいのかってどういうことかな。一部のママさんたちだけひいきしていいのかってこと。普通さ、一部だけじゃなくてみんなに渡すべきでしょ。店やってる人間ってただみたいな金額で仕入れしてるんだよね。ならママたちに商品の一つや二つや30個くらいあげるべきっしょ。いや30個ってそんなことしたらお店潰れちゃうよ。それに商品の仕入れもそんなに安いわけじゃないし。あとね、幸子さん勘違いしてると思うんだ。はあ？勘違い？あのマグカップは新作でね、予約の受付をしていたんだよ。ただであげたものじゃなくてお金をいただいていたものなの。いやいや、どうせ嘘でしょ。え、嘘じゃないよ。そうやってボスママになろうとしてるんでしょ。私は全部わかってるんですからね。ボスママ？そう、ボスママに憧れてるんでしょ。いや、憧れてないし、なりたくもないんだけど。だから周りのママたちを引き寄せるために店の商品をタダで配ってるに決まってる。だからね、そんなことしたらお店が潰れちゃうんだよ。だって七瀬さん旅行とかイベントの幹事もやってるよね。それはボスママになりたいからでしょ。勘違いされてたの？違う違う、みんなでワイワイするのが好きだからってだけで。ああ、もう言い訳はいいわよ。今度の旅行見てなさいよ。今度の旅行って、あの、北海道旅行のこと？そう、七瀬さんが幹事をやるみたいだけどね。私も同じ日に旅行を計画するから、あんたには負けないから。ボスママになるのは私なんだから。どうも、幸子さんはボスママになりたいらしいけど、本当になりたい人なんているんだね。その後、七瀬さんと一緒にクレームのメッセージをチェックしたんだけど、幸子さんしか知らないような内容の話もあったりしたから、まず間違いなく幸子さんが犯人だと思う。まったく、この人母親なのに一体何やってんだ。どうしても七瀬さんに嫌がらせがしたいみたい。今回七瀬さんがママ友旅行の幹事をしているんだけど、その日にあえて被せて違う旅行を計画したらしいよ。参加希望者は当日駅集合ってラインが来てたんだけど、目的地ももともと七瀬さんが計画していた場所。ここまでやられると鬱陶しいというか気持ち悪いというか。それにこの旅行って、旅行当日。七瀬さんおはよう。はあ、うん、幸子さんおはよう。何かな。ほら、今日は楽しい北海道旅行でしょ。一泊五万の豪華北海道旅行を計画した私の方が勝ち。誰もあんたなんかの旅行には参加しないだろうね。誰も行かないって言ってるけど。え、幸子さんみんなのこと誘ったんだよね。でもほら、もう先に私が誘っちゃった後だし、それに予約もしてるし。何よ、そうやってまたボスママになろうとしてる。あのね、何度も言うけど、私はボスママにはなりたくないの。今回の旅行もいつものメンバーで、気心知れた人たちだし。まあ妊娠中だから水木さんは来れないけど、その分お土産をたくさん買って帰ろうと思ってるんだ。んなことどうでもいいのよ。知ってるんだから。修羅北海ホテルでしょ？一泊五万の。え？まさかだけど、同じホテルに宿泊する予定だったの？だってずるいじゃない。自分たちだけいいところに泊まってさ。そういうことじゃなくてね。あの、一泊五万円っていうのはさ、もういい。私だけで行くから、北海道を楽しむから。現地で会えば、みんな私の方に来てくれるはずだし。あんたなんかブロックしてやるから。あ、待って、幸子さん、待って！私は焦った七瀬さんから連絡をもらったんだけど、勝手に幸子さんが同じ日に旅行を決めて、勝手に同じホテルにして、勝手に出発したわけだし、七瀬さんが幹事の旅行は、目的地が変更になったこと、別に伝える義務はないよね。当然ホテルも変更になったんだけど、その理由がさ、7時間後。ちょっと、七瀬さんはどうなってんの？私、騙されたんだけど。幸子さん、七瀬さんの LINE をブロックしたでしょ。七瀬さん、幸子さんに連絡できないって困ってたよ。せっかく大切なことを伝えようとしてたのにね。何これ、このホテルめちゃくちゃ混雑してるんだけど。というか周辺もすごく渋滞だし、一体何なの。レンタカー借りたのに全然進めなかったんだから。コンサートだよ。
コンサート？そう、アーティストさんのコンサートがあるの。かなりの人が行くみたいでさ、周辺は身動き取れなくなっちゃうんだよね。観光とかしてる余裕もなくなっちゃうんだよ。正直、そのアーティストさんのファンじゃない限りは絶対に行かない方がいいね。だから七瀬さんたちも旅行先を変えたんだよ。予約自体は結構前にしてたんだけど、コンサートがあるのはつい最近知ったんだってさ。は？え、ここに来ないの？行かないよ。七瀬さんは親切にそのことを伝えようとしたみたいだけど、幸子さんがブロックしちゃってたからね。あ、な、何よ。それと勘違いしてるみたいだけどさ、そこのホテルが一泊5万円なのってお一人様用の豪華プランだよ。豪華プラン？そうそう、もう本当にセレブな人向けのプランだね。だから予約取れたんだと思うよ。もうその周辺はほとんど満室みたいだし。七瀬さんとか水木さんが利用するのとは違うの？私たちが利用するようなプランはもっともっと安いやつ。6人が一部屋で泊まれるやつね。というか素泊まりだから激安だよ。何よそれ。てか七瀬さんたちはどこ行ったの？こんな観光もできないし、人もいっぱいでうるさいホテルで、私だけが5万も払うの？さあ、というか幸子さんも諦めなよ。七瀬さんに嫌がらせしておいて、一緒に旅行でもするつもりだったの？嫌がらせなんてしてないし、言いがかりやめてよね。そう、まあ警察に出ればわかるよね。警察？七瀬さんのお店、言いがかりみたいなクレームがたくさん来てるんだって。それは七瀬さんが嫌な人間だからでしょ？私も見たんだけど、内容はほとんど言いがかりだよ。それにかなりひどい言葉も使われているし、口コミサイトにも嘘の口コミたくさん書かれちゃってさ。これ訴えられるでしょ？訴える？そう、警察にも通報できると思うし。待ってよ、それはやりすぎじゃない？というか警察なんかに通報したら七瀬さんの店だってさ、困るんじゃないの？今のまま放置する方が困るでしょう。いや、それはやめた方がいいというか。なんで？どう考えても警察に通報するべきだよね。待ってってば。とりあえず幸子さんはあのホテルに宿泊したみたいだけど、周辺はずっと渋滞していて身動き取れないし、観光もできず、ホテル内も音楽が爆音で流れたりしてうるさいし、散々だったみたい。あのホテルって安いし、レンタカーがあれば観光もしやすいけどね。近隣でイベントとかコンサートがあると、その客を積極的に受け入れるし、ファンが盛り上がるのとかも全然注意しないんだよ。だからコンサートのことを知った七瀬さんは旅行する場所自体を変えたってことだね。そして旅行から帰ってきた後は本格的に警察などに相談。さすがにヤバいと思った幸子さんは七瀬さんの店の前で土下座したり、まあ結構大変なことになったんだよ。お互いの旦那さんとか弁護士さんとかも入れて、慰謝料も大きな金額になったみたい。でも悲しいね。だって七瀬さんは幸子さんのこと手助けしたり、結構気にかけたりしてたんだよ。1ヶ月後。ちょっと水木さん、子供会のやつ手伝ってよ。子供会の？ああ、幸子さんが立候補してた係のやつかな。イベントに使うバッジのこと？さあ、明日納期だよね。いや、今日だけど。だって、イベントは明後日なんだから、明日中に持っていけばいいでしょ？そういうわけにはいかないよ。一個ずつ確認したりしないといけないし。というか、まだできてないの？だって、いつもなら七瀬さんが手伝ってくれたのに。そりゃ、自分とトラブルになった人の手伝いなんか、さすがに七瀬さんもしたくないよね。なんで？他のみんなも手伝ってくれないし。というか、子供会の係に関しては基本的に立候補でしょ？できないのになんで引き受けたの？だって、みんなに一目置かれる存在になれると思って。何その子供みたいな考え。それに、今まではちゃんとできてたし。困った時は七瀬さんがさりげなくサポートしてくれてたからでしょ？え？私のやることが多い時もいつも声かけてくれるんだよ。自分はもう終わった、時間が余ってるから何かやることないかってさ。幸子さんも思い当たるところあるんじゃないの？それは七瀬さん本当に優しい人なんだよね。だからみんなが七瀬さんの周りに寄ってくるんだよ。幸子さんにはそれがボスママに見えたの？あの、
七瀬さんはボスママになろうとかそんなの考えてないよ。ただひたすらに優しくて困ってる人を放置できないだけ。それとみんなで集まって楽しい時間を過ごしたい人なの。なのに幸子さんは勝手に敵視して嫌がらせまでして。人間だから好き嫌いはあるし、人を嫌いになるのも仕方ないけど、それでお店にまで嫌がらせしてるんだもの。最低だね。当然だけど私は手伝わないから。待って待ってよ。その後子供会に必要なバッジは間に合わずと思ったんだけど、旦那さんに手伝ってもらったみたいでなんとかなったよ。でも事情を説明するのにまた七瀬さんの悪口を言っちゃったみたい。当然旦那さんは七瀬さんのことで警察沙汰になっているのは知っているわけで、ブチギレしちゃったんだ。お前はまだそんなことを言ってるのかってね。結局離婚して旦那さんとお子さんは実家に帰っちゃったの。幸子さんも引っ越していったし、七瀬さんに嫉妬していたんだろうけど、そんなことで家族を失って辛い生活を送るようになるとは。それにしてもボスママになりたい人なんて人がいるんだね。さてうちのボスにゃにゃまるのおもちゃが届いたから開けてみようっと。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。